女子高校生の遺体を物置小屋に遺棄したとして20代の夫婦が逮捕された事件で、夫と女子高校生がツイッターで知り合ったとみられることが新たに分かりました。都内に住む私立高校3年の和志の香奈さんの遺体を山梨県内の物置小屋に遺棄したとして逮捕された群馬県渋川市の小森昌平容疑者が、 和志さんとは2年前にツイッターのオフ会で知り合って仲良くなったなどと供述していることが捜査関係者への取材で新たに分かりましたまた妻の泉容疑者は夫との関係について3人で話し合おうと思って和志野さんを呼び出した嫉妬して殺そうと思ったなどと話しているということです和志野さんの背中には4カ所の刺し傷があったほか首にはロープで締めたような跡が残っていて警視庁は 事件の経緯を慎重に調べています。